電波ジャックラスト1個です。盛りだくさんだからね。さすがの日本全国です。どうでしたか今日は。何をしてる何をしてる終わりですよ、ついに。といこだ。今夜ですね、いよいよ。はい、今夜です。どうですか今のお気持ちは。緊張すんね。緊張なんか、1日目って。あ、どうって、どうぞ、どうぞ。うわ、すごい、見て見て、ほらほら、ファンの人すごいよ。あれ、これどう映ってるかな映ってるかな。ちょっと待ってた方がいい。こうするんだよ、これだけは。え、あ、こうするになりきるためにいろいろな勉強をされたと思いますが、具体的にどのように役を勉強されますか。まあ、いろんなゴーストだとか幽霊ものの作品を見たりはしましたけど、でもいざ演じるとなると別に幽霊だからというよりかは直樹っていうキャラクター、直樹っていう人がどういう人なのかっていうことを考えて演じているので、あんまりこうお化けだからどうってことはあんまりないですね。次に演じてみたい特殊な役は何でしょうか。基本的に特殊な役はね、好きなんですよ。やっぱりこう普通に生きてて経験できないことなんで、すごい楽しいから、とってもやってて楽しいんですけど、火になれたり雷出せたり、そういう特殊能力持ってる人はやりたいですね。一番憧れるのはどういった能力でしょうか。カメハメハとか打ちたいですね。
ラブストーリーを演じる上で一番大切にしていくことは何でしょうか、はい、見てる人たちに応援してもらえるようなカップルであること。結局ラブストーリーって恋が成就したり別れてしまったり喧嘩したりっていうことだと思うんですけど、興味ない2人がくっついても別に何とも思わないですよね。やっぱりこの2人にくっついてほしいって思うから応援したくなるわけで、くっついた時に面白いわけで、すごい応援してる人たちだから、大好きな人たちだから別れたら悲しいしってことだから、やっぱり2人の人柄、魅力的な2人であるってことが一番大事なことかなと思います。ひけるさんが幽霊として1日だけ過ごすとすればどのように過ごしますか？危険なことをやりたいですね。すごい危険な山登りとか、崖から崖に飛び移ってみるとか。ひけるさんが仮に明日から幽霊になります、何についてひけるさんの場合ですと思い残しがあったりしますかね？それはやっぱ作品かな。今でいうとこの作品を完結してないし、今準備してる作品もあるので、それをやってないわけじゃないですか。それかな。逆になんかやりたい作品全部やって、もうそれがないって状態になったら多分思い残しはないかな。僕は幽霊を信じたことありますか？見えないので、僕霊感もないし家族もそういうの聞いたことないから、基本的に信じたりしたことはないですね。ただやっぱ本当に見えてる人とか本当にいるって言うじゃないですか。だから何が起きてるんだろうなっていうのはずっと不思議に思ってるんで、死ぬまでにはこのお化けの不思議解明したいです。たけるさんが苦手なもの、恐れてるものって何ですかね？そうだな、毛虫かな。なんかこういう虫が嫌かな。ファンに向けて100万回分を一言でお願いします。本当にいつもありがとうございます、私は今100万回言えばよかったというドラマの撮影に、没頭する日々でございます、一生懸命やっておりますので、皆さんに届いたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。お疲れ様でした。何してる？手ぶれがすごい。いやー、働きました。ちゃんと偉いですね。朝も頑張りましたね。起きましたね、はい。もう夕方ですよ。いや、井上さんの毎回最後にビシッと締めていただいて、はい、伝わったと思います、視聴者の皆さんに。伝わりました。はい。これはきっとみんな見ていただけるんじゃないかなと思います。ということで100万回言えばよかった、ぜひ皆さんよろしくお願いします。お願いいたします。我々引き続き頑張ります。頑張ります。